はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は止まる無敗、しかしまあ大事なのは数字にとらわれないことだよねっていう話をしていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあなかなかねやっぱ難しいゲームでしたね。特にホームの京都サンガはどこの相手も苦しむ、そんなチームなんでね、この、サンガスタジアムですかね、非常に素晴らしいスタジアムで、ここ結構いろんなチーム苦しむんですよね。まあ本当京都サンガも気持ちよく、水を得たサッカーのようなプレーを、していたわけでございますけれども、そんなゲームのマッチレビューですね、やっていこうと思ってますけれどもね。そして今回サブチャンネルの方でも明日ですね、明日サブチャンネルの方でももう一本この試合の、レビュー動画上げますので、よかったら動画概要欄からよろしくお願いいたします。ということで、まずこちら、両チームですね、全チームはやりません。両チーム、スターティングメンバーでございますけれども、ご覧のような形ですね。トスは一応まあこの形ですかね、あの一応 J リーグ公式の方から持ってきてはいるんですけど、ここは結構流動的にやっていた感じは、しますが、一応かけた堀米の2トップ、まあ、堀米は2トップというよりもこれどちらかというと、まあ、少し下がってゲームメイクとか、まあ、点を取るための堀米というよりも、かけた選手とか、まあ、そこをうまいこと操るような堀米選手のこれ動きが結構多かったんでね、まあ、本当前回の2トップとはちょっと意味合いが変わっていく、かけた本田の、2トップ前回そうでしたけどもね、とはちょっと意味合いの違うメンバーだったのかなという感じが、まあ、しますけどもね。はい、そしてじゃあ試合結果でございますけれども、3対1京都が勝利と、ね、いうことになりました。いやもう本当京都さんが素晴らしい、ゲームを見せて、くれたという感じがします。まあ、トスも特に前半は最初のライン超えるの結構苦労しましたかね。まあ、その辺の話は後からやっていくんで、あんまさっき話しすぎてしまう癖があるんですけど、まあしかしトスとしてもね、まあ、ハンド出た PK 小野選手が決めて、これ復帰後初ゴールですね。まあ、得点というのは全て次の試合に僕がつながると、思って、まあ、特にこういう3対1なかなか結果だけ見ると悲惨な試合になってしまったこのゲームなんですけども、だからこそこの小野雄二選手の PK とはいえですけどもね、1点取ったというのは間違いなく次につながるというので、僕はそこは信じて、次の試合以降の鳥栖の活躍ですね、もちろん小野選手自身もそうなんですけどもね、そこの活躍というのを今後も期待をしていこうと思ってますけどもね。はい、そしてこちらじゃ前半を見ていきましょうという話になっていきますけど、まあ、まさかの2失点ですね。まあ、コーナーキックからもやられまして、もう宇高選手も決めているんで、ね、まあ、あのコーナーキックのところはその前の、まあ、実況と解説の方も言われていましたけどもね、そのコーナーキック取るまでの京都サンガの攻撃が良かったですね。まあ、しっかりシュートで終わって、あそこ荻原選手すんごいスプリントかけてきたんで、あそこしっかり走り込んで、サイドバックの選手があそこしっかりインナーラップかけてシュートで終わることによって、まあ、こういう風なコーナーキックを得て得点機会増えていくようなっていうので、まあ、これはやっぱり京都さんが、まあ、コーナーキックからの得点だけじゃなくて、そこまでのこの過程も非常に良かったんじゃないかなと思いますけれどもね。そして鳥栖もミス絡みから決定機あったんですけどもね、まあ、しかしこの決定機も前半決めきることができずということで、なかなかこうやりたいことが鳥栖はやらせてもらえませんでしたね。まあ、堀米選手とちょっとこれ柿田選手とか、ちょっとこの試合堀米選手と周りのこの意図が合わなかったかな、プレーのこの噛み合わせというのがあまりよろしくなかったかなっていうのが、ありますけれど、そこはちょっと今後ねどういう風にまあ修正をしていくかかなっていうのはちょっと感じました。正直堀米選手この試合、まあ、ちょっと絡まっていたって言い方、そこはあまりよろしくないのかもしれませんけど、まあ、なんとかしようとしてくれたんですけど、なんかこうあんまりこう周りとうまいこと噛み合わせは良くなかったのかなっていうのが、この試合の印象ですね。そして、トスからしたら、ようやくこれ京都サンガの攻撃を封じてですね、じゃあここからカウンターだとかセンターバックの選手がボール持って、じゃあここからしっかり後ろでつないでいこうというとき、最初のこれ山ラインを越えるのがなかなか、難しくて、まあ、これ 4-3-3 の前線3枚プラスボランチですね、ここのプレッシング結構激しく来たんで、結局ねこれパスカットされてしまったりとか、ビルドアップをこれ破壊されてしまってとか、結構トスがボール失うシーンが多かったですね。本当これ京都サンガのこれ攻守の切り替え、トランジションのところは素早くてですね、サガン鳥栖の選手がボールを持つと本当一斉に網かけてくるように奪いに来るんで、ね、まあ、逆に鳥栖からするとこの京都サンガの網ですね、これ逆に京都サンガがあんだけプレッシングかけに来たんで、まあ、1人2人剥がすとちょっと違う景色が見える、要はどんどんボールが前進するようなまあ場面にはなる雰囲気はあったんで、正直雰囲気はあったんですけれども、その最初のラインをなかなか超えることができずに、まあ、京都サンガ気づけば京都サンガがボールを握っているという展開が多かったのかなという、特に前半でございましたね。
そしてじゃあ後半ですね、後半見ていくと、ポジションチェンジというか立ち位置修正ですね。これそこで結構ボールは前進するようになりました。4-3-3ミラーゲームのような形にして、この 4-3-3 も結局、流れによって変わっていくんで、なんとも言えないところであるんですけども、何にせよ少し立ち位置修正してきて、それでボールは前進するようになりました。ボール前進するんだけども、じゃあ最後どうやって崩すのかというのは、ちょっと今日はトスは厳しかったかなというか、京都サンガが本当良かった、本当それが一番だと思います。とにかく京都サンガのこのプレッシングですね、非常に良かったです。本当連動していて、この距離感、本当網の張り方がうまい。このね、京都サンガもどんどん罠を仕掛けて、どんどん網を張っている状態で、ここにボールが入ったら一気に襲いかかってるぜぐらいの気持ちが正直見えたんで、本当ね、京都サンガ素晴らしいチームでございます。本当 J2 から昨年 J1 ね、今年上がってきましたけれども、非常にチーム長期時間とか作っているなと改めて感じました。本当トス相手に走り負けなかったこと、最後までこれ足を止めなかったこと、これは京都さんが素晴らしいなという感じが、改めてしまして、本当に敵ながらあっぱれという感じがにしておりますけどもね。しかし3点目はちょっともったいなかったな。ちょっとミスからの失点なんで、あそこは修正点、高い勉強だと思いましょう。本当3失点今年トスは本当守備が硬くてずっと無敗続けていたんですけども、やっぱ3点取られてしまうと、そこから無敗を継続するという意味ではなかなか難しくなるというのがやっぱりありますね。で、最初も言いましたけれども、なんだかんだでも小野選手の復帰後初ゴール、これは次につながると僕は信じてですね、この小野裕二選手もこのゴールがあったから、ここからどんどん調子を上げていくみたいなこともあり得るんで、ちょっと小野選手の今後、プレーというのはちょっと変化が、ポジティブな変化ですね、ポジティブな変化があると思うので、そこも注目して見ていこうと思いますね。で、何回も言ってますけれども、これで無敗記録は7でストップ。本当記録というのはいつか止まりますし、最近本当トスってシーズン開幕当初の記録が多いなって感じが、しますね。無失点試合とか、無敗記録とか、連続無得点試合とかも結構ついていたりとか、本当ありましたね。ここ数年間のトスというのは、本当シーズン開幕当初からなんちゃら記録とかがいうのがね、多いと思うんですけれども、しかし大事な数字にとらわれないこと、特にこの無敗記録ですね、無敗記録が終わった後にはズズズズいってしまうチームって結構多いんですけれども、次どうやって切り替えるかはですね、本当大事なのは次の試合です。この試合負けてでも次ね、まだモチベーション下がることは僕はないと思うんですけど、なんか不思議と連続無敗記録とか止まってしまうと、そこからこれまでの勢いどこ行ったみたいな、チーム出てきて、いつぞえの大宮とかもそうなんですけどもね、というのがあるんで、一つの負けきっかけにズーズーズー落ちていく可能性もあるんですけど、突然僕はそんなことはないと思っても、すでに本当気持ちの切り替えができていると思うんで、次の試合以降の活躍、ここからまた、記録っていうのまた作ればいいんでね、本当止まったらまた作ればいい、始めればいいっていう話でございまして、本当大事なのは数字にとらわれないこと、終わった時にどういうふうな、次の試合ゲームに臨むかというのが大事なんで、本当長いシーズンこれからどんどん続いていきますが、無敗記録なんで、その一時の本当間のことなんでね、本当これはね、トスからしたら本当、しかし勢いはつけることができた前半戦戦い、序盤戦の戦いになったと思うんでね、これは一つとらわれないことが大事であるんですけども、自信にはしっかりしないといけない、自分たちはしっかり戦うことによって、J1 このね、本当チームどんどんこれサガン、トスの選手入れ替わる中でも、自分たちはしっかり戦うことによって、前半戦この序盤戦ですね、無敗記録というのを作ることが、できたんで、これはね、今後また一つ自信にして成長につなげてほしいと思ってますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんじょかったチャンネルとお送りします。その